人生において最も大切なこと、それはアファメーション。そんな現代人にとって iPhone は最高のツール。朝目覚めた時から最高のアファメーションを提供してくれる。そんな iPhone が新しくなりました。見比べれば一目瞭然、めちゃくちゃでかくなってる。ちょっと質問なんだけど、 iPhone が大きくなったことによって君のアファメーションは質が高くなると思う？これが今日発売された iPhone 6 Plus。 今フィルムを剥がしてペロリンチョ。従来の iPhone 5S では大福持ちが2個しか乗りませんでしたが、これをご覧ください。この iPhone 6 Plus では大福持ちが3個。モチベーションが全然違いますね。しかし、いくらモチベーションが高いと言ってもやはり限度はあります。一部の熱狂的ファンの間で、この画面の大型化によって iPad mini の代わりにもなるのではないかと期待されていましたが、私はそうは思いません。我々の実験によってそうでないことが判明しました。こちらの実験映像をご覧ください。 iPad mini では大福に換算して 150%、 いや、おそらくそれ以上のモチベーションの高さを持っています。iPad mini にかなわないからといって iPhone 6 Plus がダメだという理由にはなりません。どんなに高いモチベーションがあろうと、ポケットに入らないサイズではすぐに持ち歩かなくなってしまいます。その点 iPhone 6 Plus ならいつでもどこでも高いモチベーションを維持できます。電話だ。もしもし。焦った。初電話ですよ、初電話。いやー、で、何の話してましたっけ。もうどうでもよくなっちゃったわ。はい、じゃあねー。